楽しい。はい、めっちゃ楽しいです。考えもしないことを酒井選手とか大津選手やってくれるから、なんかそういうところがうまいなって感じ。ためになるって感じ。ここは右ディフェンスやってるんですけど、僕が後ろから見たら酒井選手はちゃんとドリブルをできるところにパスを出していて、でそこがすごい。いつもその顔が見えないので、うん、オフラインオンラインなんで、はい、こうやってでも地方からもねいろいろ集まってくれるってことはすごい嬉しいなと思います。引き続きやっていきたいなと思いますし、この子たちがもっともっと上手くなって次のカテゴリーで上のステージにね上がってくれるといいなってことを思いますね。まあ本当選手とこう触れ合えたりっていう機会ってなかなかなかったりするので、子供と大人がこうやって触れ合えるっていうのはすごくいい機会だなと思います。それでまあ引き続き、こういう機会を大切にしていきたいなとは思っています。もっと回数も増やせればよりいいかなとは思っています。おめでとうございます。はい、おめでとう。こっち行って。 OK、 はい、おめでとうございます。はい、こっち行って。3番目のこれ、これ、これ、これ。はい、受け入れです。はい、アイコスチャーだ。もう一回どこ？